しい私いろいろ始める仙台いろは。皆さんは健康維持や健康増進についてどれくらい関心がありますか？今回は体づくりを気軽にできるいいねな取り組みを調査します。ホームランをコンスタントに打つには体づくりって大事だよな。頭では分かっているけどどうしたらいいかなんだよな。ん？9月11日はタンパク質の日？私たちの健康維持に不可欠な栄養素タンパク質、その重要性を広く伝えるために株式会社明治が制定したタンパク質の日、9個の必須アミノ酸と11個の非必須アミノ酸の数から9月11日になりました。毎日の健康な体を維持するために必要な栄養素となるタンパク質。現代人のタンパク質摂取量は1950年代と同水準まで落ちているんだそう。健康維持や健康増進には今より1日平均プラス 10g の摂取が望ましいんだとか。1日プラス 10g か。簡単に摂る方法ってあるのかな。タンパク質をプラス 10g、 例えば朝に明治おいしい牛乳コップ1杯 200ml でおよそ 6.8g のタンパク質、お昼のデザートに明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーンなら 100g で 3.4g のタンパク質、お酒のお供に明治北海道トカチカマンベール切れてるタイプなら2切れで 5.8g のタンパク質が取れちゃいます。これなら調理もいらないので毎日の生活の中でちょい足しするだけで簡単に1日プラス 10g できそうです。いいね。1日プラス 10g の乳タンパク質習慣、いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。